三門修郎位杯道運行寺は、愛知県瀬戸市にある、総統州の寺院。三号は、大流山。取徳元年、天高素優によって改装される。応英年間には、足利義持や地元赤津村の豪族山口氏らの、起進により、七道河欄が落成する。尾張を代表する、総統州寺院の一つ。八世十字である、大運営隅が、織田信秀のおにあたることから、 おだけの庇護を受けている。その後、豊臣秀吉やわり徳川家の庇護を受け、本堂には彼らの遺廃が祀られている。昭空三人の伝承により、東南予家の利益のある寺院としても有名。毎年4月24、25日には、昭空祭という東南予家の祭りが模様される。本堂や、首廊の屋根は、瀬戸の赤津焼の瓦が使用されている。欧永12年、 運行寺に聖天先祖命が真夜中に座禅をしていると、運行寺山中に住人の憎みを食う鬼神が現れた。天根先祖命は鬼神に在合を懺悔させ、合法の本来は、小空であることを解き、帝髪の上、三期五回を授け、小空上座という語を与えた。鬼神は、運行寺山中を守る守護神となって、村人や寺を、山えなん、かなん、 東南から守護することを誓い、門前の盤石の中に姿を消した。これ以降、門前の盤石は、星空石と呼ばれ、東南除けのご利益のある、運行寺守護神の住居として、信仰を集めた。ありがとうございます。